白い。お久しぶりです。名前変わったんで。あ、そうなんですか。ここだけですよ。ここだけ。今の時間であだ名、あだ名欲しいっていうから。僕番組だけのあだ名とかもあるね。あ、ある、ある、あるね。あるね。キャンティーって言われたり、キャプテンって言われたり。まあ、小学校の時20個ぐらいあだ名ありましたんで。あ、羨ましい。あとシェリーって言われたり。まあ、それに関してちょっとノーコメントで。自分は梅干しとか宇宙人とか博士とかなんとかいろいろ言われてましたね。すごいですね。好き放題言われてました。指がなかったんで、手の左親指が。おお、やっぱ身体的特徴があると頭つけられやすい。そうですよね。昔の人は容赦ないですからね。まあでも逆にそれ武器にしましょう。友達するときにまず左手で挨拶して、なんかこれってやると思う。小学校時点でちょいちょい地域で有名人でした。ああ、なるほど。だ、先輩たちにめっちゃ可愛がられて。でもそうですよね、そういうのって開き直って特徴にするのが一番ですよ。そうですね、いじめっ子って何が面白いかって言ったら嫌がるのが面白い。それなんですよね。反応を見て喜びるから。それさえなくせば全然、逆に飽きて、なんだこいつつまんねえなって言われて、なんだ仲良くなるぐらい。はい、それでいこう。結構タフな学生生活を送ってました。本当ですね。あだ名と、やっぱあだ名が長かったです。もう一個のあだ名がもう蔓延して、昭和48年生の6中学校で吹奏楽部でジェイソンって言うと知らない人いないんですよ。僕の学年でジェイソンっていうのを知らない人が本当になくて、呼ばれるんですよ。僕あれですよ、あの高校の時代またあの陸上競技会だけで呼ばれてた名前がある。すごいですね。あのバトルサイボーグって呼ばれてた。なんか目に浮かびますよ、なんかその最終的にあの略されてバトサイって呼ばれてました。そこを訳するんですよ。なんかあのもうちょいと、あと30秒ぐらいです。はい。なんかあれでしたね、陸上をやってる時にサングラス、高校生なんでサングラスかけて出るの僕ぐらいだったんですよ。なかなかいないですよね、高校生。そうですね、高校野球でグローブするの僕未だに違和感ありますから。すごい。あ、始まる。あと10秒。はい。はい、皆さんこんばんは。時刻は夕方6時を回りました。エルフエベスでカチンバの時間です。よいしょ。あれ、頭が滑る。ツルツルなんでね。ご覧の通りでございます。パーソナリティを務めますのは、ツルツルのカチンバのキキイザナでございます。どうぞよろしくお願いします。雨模様ですね。しかもちょっと肌寒いのかな。運転中の皆さん、先ほどもね、交通情報を言っておりましたが、どうぞ安全運転でね、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。さ、この番組ではですね、メッセージを募集しております。メールアドレスは 797@fmgino1.com 797fmgino1.com おい、ね、797@fmgino1.com ね、はい、危ないよ。さ、またFM ギノワンでは YouTube ライブとツイキャスで映像と音声をネット配信しており、 FM ギノワンのホームページから見ることができます。ツイッターも連動しております。たくさんツイートしてください。お待ちしております。これ今大丈夫だね。よし、よし、こい。え、ま、どこまでんだ。あ、サイマル放送もやっておりますので、デジェスだ。全国どこからでも放送をお楽しみいただけます。はい。とスマホの場合はアプリリスンラジオ、リスラジからお聞きください。この後ですね、18時午後ですね、56分までお楽しみください。
まあですね、ちょっと、まあ、雨なんですけど、何から話そうかなって、まあ、そう、2月が今日でまた終わりなんですね。はい、確か1月もあの最後の日の放送だったんですよ。なんか、まあ、特に何があるわけではないんですけども、2月が20、ウルードして29まであるんでしたっけ？29まであるんですよね。あ、来年がそうなんですね。あ、そっか、東京、あ、あ、そうですね。準備とかどんななんですかねって僕が心配してもしょうがないんですけど、大きなお世話だと思いますけど、まあいいのかなと、しっかりやってんだろうなと思います。どうぞ皆さん頑張ってください。あ、そうね、水泳の人がいろいろあってまた問題がねあるんですけども、まあ、その話は置いといてですね、僕のちょっと気になったというか、あのあって思ったことがありましてですね、ほらこの話題かよってなるんですけど、あ、県民投票ってじゃないですか。あれ、まあ、あの家の近くだったんで、あの永田の公民館って投票してきたんですけど、あれですね、俺なんだろう、投票率ってんなんか 90% とかいくのかなと思ったら、びっくりしました。 50?51? デイジしか見ましたよ。あれでも年々なんか低くなってる、なんかいろんなこの選挙の低くなってるなっていうのは分かるんですよ。あのというのは、あの去年あの県知事選あったじゃないですか。僕あの期日前の投票を忘れましてですね、その時僕香港にいたんですよ、ね、まあ、結果はご覧の通りということなんですけど、これ 50% っていうのは、ね、ちょっと数見がっかり、がっかりと言ってしまったら、でもな、がっかりか。皆さん行ったかね、まあ、雨でしたね、本当雨でしたね。なんで傘かぶってから行けばいいのにと思うんですけど、いや多分まあ、まあね、もうここはね、お膝元なのでね、普天間基地の、まあ、いろんなね思いがたくさんあると思いますが、なんていうんですかね、そういうのを抜きにして、このなんていうんですかね、なんかいるのいらないのって言われた時に、うん、僕はこう思うよっていう意思表示でね、なんか思ってる分にはいいんじゃねえのかなと僕は思うのでね、まあ、結果から言うとあれですよね、いらないっていう人がいっぱいいたのでそりゃそうだろうと思うんですけど、うん、まあそこでね、まあだから難しいなと思うんですよね。お世話になってる人もいるし、いらないっていう人もいるし、だからいや、じゃあ今日はね、ちょっと開き直ってね、こういうことあんま言わないでいいかなと思うんだけど、僕個人的にはですね、基地は一応ない方がいいと思う、ない方がいいと思うよ、うん、でもあることに関しても正直なんだろう、今すぐ出てけとかそういうことをちょっと過激には思ってはいないんですね。なぜならほら、もうそれぞれの生活であるじゃないですかね、まあ、こんな真面目な話してあるんですけど、生活ってあるのでね、まあ、いろんなことをこう解決していってさ、やらんといかんなと思うので、まあいきなり出てけっていうのも、ただね、なんだろう、まずね、上の方だけで約束してなんかやったしたしない、やっぱやらないっていうのも、なんかこっち無視されてるやつさっていうのも、なんかちょっと なんだばって思うし、まず実際にね、その辺野古の海に行って演奏したことがありまして、今すごい埋め立てられてますよね、はい、あ、いえいえと思ったんですけど、まだほとんど埋め立てられてない時に行ってこう演奏したことがあるんですけど、あ、いここちゃんと埋め立ててからやるんだねと思った時には、あ、これは埋め立てなくていいんじゃないとは思いましたけどね。まあ、うん、もったいないでしょ、ここを埋めるのはっていうか、いちいちなんて、じゃあなんていうの、ほら大阪の伊丹空港ってポカッと浮いてる空港でしたっけ、あれって。だから何、なんか海のなんか1キロぐらい離れたところになんか共同でなんか作ってから、でっかい飛行場作ってからなんかやりゃいいのになと思うぐらいの勢いでやってほしいなと、僕はちょっと個人的には思ったんですけど、まあ、冒頭からこんな話題でちょっとお恥ずかしいというか申し訳ないんですけど、 50% いやでも、まあ、あれですよ、いりませんよということで、まあ、そりゃそうだよなという結果なんですが、ね、この後国がどう動くか、県民がどう考えるかっていうのは、まあね、皆さん一緒に考えたいと思います。私も考えてまいります、ね、何にしようかなとか ね僕の目の前にね、返還された土地がドーンってこう広がってるわけですけども、まあいいんじゃないの、ウルマまで使い道なかったら、なんか原っぱでなんか酸素がたくさんできてとは思うんですけどね、まあ、ドロゲッチャーしてるのもあれなんで、まあ、そういうね、僕のアホな話題は置いといてですね、この後、まあ、
進めていくわけなんですが、何の話しようかね。そうそうそう、ごめんごめん。あのですね、先週先々週とお送りしております、キューバの募金がですね、本日太郎さんが今東京に来ましてですね、先ほど連絡が、入りまして、キューバ大使館にお預けしたそうです。ありがとうございます。ありがとうございます。本当にありがとうございます、ね、おっしゃ、太郎さんが大江戸でね、キューバ大使館でちょっといっぱいやりながら、やってないと思いますけど、嘘ですよ、全然嘘ですよ、お渡ししたということで連絡入りました。改めて皆さん本当にありがとうございます、ね、何の募金かって言ったら、キューバの竜巻のね、災害の募金をですねやりまして、太郎さんが持っていったわけなんですが、はあ、よかった、本当にね、頑張ってほしいなと思います。まあ正直何話そうかなと思ってしまったので、こういう時はですね、曲に行こうかなと思います。ありがとうございます。それではですね、カチンバ1551の2枚目のアルバム、ケボラからですね、ジェゴジャです。どうぞ。
いまだにですね、あのキャンさんと投票結果について話してたんですけど、投票率を上げるにはどうするか、ね、あのほらうちの両親はおかげさまでこうまだ運転ができたりとかね、あの85ですけど、そうじゃない方がこういけないっていういろんなものがあるね、だから投票上げる率を上げるにはどうしたらいいのかねと今話し合っててですね、まあ、最終的にはバスが分かりにくいとか、ね、電車内って内地の方がね知らないっていうのびっくりしましたね。まあでもそういうもんだよな。だって僕があれですもん、福井のこと知ってるかって何も知りませんもん、うんね、滋賀がどこにあるんですかって言われたら本当に分かんないです。だから大体僕の分かんないところがエリアがあの辺ってことで分かるんですけど、まあ、知らないことばっかりなんですが、まあでもだから沖縄なんてまた恵まれてる方だなと思いますよね。こうやってこう話のネタがドーンってこういいネタではないですけどね、こう知ってもらう沖縄ということを知ってもらうっていうのは、だから知ってもらう、こうやって発信するっていうのは重要かなと思いました。だからそういうねラジオを使わせていただいてるのは本当にありがたいなと思います。ありがとうございます。さあそういうわけでございまして、最初のコーナー行ってみたいと思います。今日はですね、面白、おっと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 、では参ります。面白スペイン語講座、よしこい、はい、はい、来た、はい、はい、チン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 しております。さあ今日はですね、今日は総集編ということで、いきなりですが、これまでですね、たくさん日本語に聞こえるスペイン語というのをですね、面白いないかなとこう探してやってまいりました。別には決してネタがなくなったわけではございません、ね、ちょっと総集編したいなという気持ちに駆られましてですね、もうあんまりにもたくさんあったの で最終的にはこうね、なんかエッチなのとかね、こう女性くどくとかやってきたんですけども、もう一言で日本語って日本語っぽく聞こえるのが一番こう覚えやすいだろうということで、改めてこうチョイスしてみましたというか、僕の中で残っているものもちろんあれちゃんと調べたんですよ、もうありますが、代表的なものをちょっと挙げてみました。スペイン語をですね、つらーっとこう読み上げていきます。でそれについてこういろいろちょいちょい話していこうなとかなと思います。これまでにですね、紹介してきた日本語に聞こえるスペイン語を紹介しますとですね、まず読みます。スペイン語だけね、バカ、アホ、ダメ、やめろ、うなかしいた、食えるの、米、アボガド、食べるな、辛い、すべて、消えろ、ブス、ね、この時点でちょっと文章っぽくなってるでしょろくな文章じゃないですけどね。でその後はね、ピカピカとか、鼻炎とかね。今、意図的に日本語っぽく言っておりますよ。で、これ、やっぱ下ネタのやつ読むの、なんか、まずいな、やっぱり。ソプランド、まんまですね。まあから始まって、こうで終わる3文字。ね。本当にあるんですよ、これ。これやったと思うんですけどね。あと、チョチョ、カガ、マリコン。あとは怖いですよ、待て、森、ね、こんな感じですごい読み上げたんですけど、これ一個一個説明するの、あ最初 のバカ、アホとかはまず意味はですね、バカは何か皆さん覚えてますかね。バカっていうのはオスの牛です。オス牛、僕はちなみに高知の鳴き真似が上手っていう風に北海道行った時に農家の方に言われました。どんな人泣くかっていうと、もうじゃないんですね、ひらがなの目に点々したような感じでまーって泣くんですよこれ本当なんですよ、本当なんですよこれね、聞いたことある人は絶対わかると思うよ。すごいですね、まーってこれがとっても可愛いんですよ、子牛が泣くの本当に。で子牛のお乳を吸う
腰が薄いってこう何出してもチュー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 するので、この自分のですね親指をこう出すとおちちと思ってチュー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 するんですよ。これがまたなんだろう、歯があんまり生えてないので可愛いんですよ。ジュパ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 、ね、可愛いちなみにバカはオス牛ですなーって感じですね、はい、これうまいと思うよ俺、うまいと思う。キャンさんも大爆笑でありがとうございますで、アホ、アホはですねニンニクです、ね、アホ欠かせないですから、ね、南米料理にはもうアホ、むしろアホばっかり。まずアホありき、ね、最初にアホがありって、正直僕家で飯作ってても大体アホ入りますね、大体ニンニク入ります、大体ニンニクと生姜、あと醤油が入ればもう、もう大体もうこの辺でメニューが決まってしまうんですけどね、大体入りますねアホ、そしてダメ、ダメ、ダメっていうのは、私にください、ください、ダメダメって言ったらくださいくださいってことですね。でやめろ、やめろっていうのはこれメキシコだけらしいんですけどね、この意味、こういうふうに意味を取るのはもうすぐだよっていうのに、やめろ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 、もうすぐもうすぐってね、ですもんね。うなかしいた、うなかしいた、ね、小さな家で食えるの、食えるの、これがですね、さっき牛の話しましたけど、牛のとかの鹿とかヤギとかの角ですね、はい、で米、米っていうのは米類が動詞ですね、食べてってことですね、米でアボカド、ね、これは弁護士、はい、アボカドが弁護士ですよ。 でこれは実際にスペイン語で見ました、食べるな意味は居酒屋、居酒屋なのに食べるなこんなね、もうひどい話はないですよ、日本人からしたら。居酒屋来たのに食べるの食べるなって言われて、ね、食べさせてくれ。で辛い、これもメキシコだけだそうです。メキシコでは辛いって言うとうわっうわってこううわびっくりマークみたいな簡単詞なんですね。で全て点々入れたら滑ってになり、あ、中途入れたら滑ってになりますけど、全てというのは上がるとか乗り物に乗る、こう乗るんですねの全てと言いますね。で消えろ、消えろっていうのはもうあれですよ、目の前から消えろ、違います、欲しいとか好きとかね。で消えろって言ったらもうそのままです、愛してるよと。でブス、これはもうバスです、はい、公共機関。さっき、ね、キャンさんとバスの話したんですけど、ちょっとバスの話していい、さっき話したんですけど、ネットでどこ行くのを調べるんですけど分かりにくいんだよね、ネットで調べると。だから一番いいのはキャンさんがうんちゃんに聞くというのが一番だなと思います。でもあれ乗ってる時に何だろう、おばちゃんとかが聞くと、もう早く急いでる時に早くしてくれんかな、おばあがもう自分で調べていいと思うんですけど、いやあれは調べないと聞くしかないですからね、本当にあれもうちょっと分かりにくく分かりやすくしてほしいなと思います。だからどこからどこに行くよって言ったらこれ乗ってっていうふうにね出てくれると、かずみからの願いですどうでもいいや、そんな。でピカピカね、ピカピカっていうとピカチュウのようですが、ピカピカっていうのはかゆいですね、ピカンってピカンってかゆいかゆいですね。鼻炎というのは、決して病状のことではございません。鼻炎というのはですね、良い、グッドです。お指立ちました。だから多分あれですよ、スペイン語で Facebook とか表記されたら多分これ鼻炎で書いてんじゃないかなと思う。誰か教えて自分で調べろって。そしてですね、次はちょっと下ネタです。ソプランド、これびっくりしますよね、ソプランドっていう単語がある、ね、これ何かっていうと覚えてますかね。ソプランドっていうのは連呼すんなって感じなんですけど、あ、そうですよ、ここから聞いた人あれですよ、僕別にスペイン語ですからね、今言ってるの全部スペイン語です、はい、今言ってるのは全部下の話ですけど、聞こえがね、聞こえ方が。でソプランドというのは服、僕は管楽器ですけども、プー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 吹いてるのはソプランドなんですよ。僕はソプランドしてるんですよ、職業ソプランドみたいななんじゃそりゃ自分で笑っちゃったよ。で次はもう言わんとく、これはいい、あ、ちなみに、あ、やっぱ言っとこうね、こういう意味があるんだよってことですね。マンから始まってこうで終わるその3文字のに日本語ではとても言い切れないのは片腕のこと、
はい、とかそのちょっと障害を持ってる方、まあ、代表的に片腕の方っていうのをそうやって呼ぶらしいんですね。で、ちょちょ、ね、同様だとちょーちょーなんてものがありますけども、あれはですね、向こうの人が聞いたら、やめて、はい、恥ずかしい言葉でございます。下の方ですね、下の口です。で、加賀、ここわざとつなげたんですけど、加賀マリコン、ね、こういう名詞ではありません。加賀というのはですね、うんこさん、ね、このコーナーでよく出てきましたね。で、マリコンというのはおかまです、はい。で、その後、待て、これもうみんな覚えてますよね、覚えてます、待て。決してね、スペイン語圏でちょっと待てちょっと待てって言わないように、ね、待てっていうのは殺せ、キルミーと同じことなのでこれは本当にこれ使いそうじゃないですか。怖いですね、これ絶対バッペいると思う、間違えると思うので、いいですか、ここはよく覚えておいてください、もう忘れないでくださいね。待て、その待て、これは英語で言えとではございます。待てというのは殺してという意味なので、襲われそうになった時にちょっと待ってちょっと待ってって言ったら、もうあれですよ、銃だったらズドンですよ、もう危ない、これ怖いので、これ本当に気をつけてくださいね。その時は何も言わずに黙ってお財布を開けてください。いや、むしろそういう時用の財布を持っとくっていうのがもう上等手段なんですね、間違いなく。ちなみにキューバでは絶対にないんですよ、これって、ほぼないんですよ、強盗って、ええ、それ以外の国ではもちろんやっぱあると思います、ね、僕がすごいペルーのことをこういう風なイメージで言うとすごい嫌な顔されるんですけど、イヤリングとかね、耳引きちぎって持っていかれるよっていうのは、これは僕の友達が、ね、誇張していただけであってって、でも昔はそれぐらいのこともあったよということで、やっぱり怖いっていうか、そのなんか警戒していくのはに越したことはないのでね、危ない危ない、気をつけましょう。で、最後の森っていうのはまあ一番最後にこれ持ってきちゃってまずいなと思ったんですけど、森っていうのは死んだってことですね。だから森花江っていらっしゃいますけど、まあ、そういう意味ですね、花江死んだみたいなね、あまり違うな、これな。なのでこういう風に、一番はやっぱ待てだな、本当実生活で危ない、これ危ないから気をつけましょうっていうのは、うん、これはバカとかアホとかに、ね、比べて可愛いもんじゃないですからね。この待てっていうのは覚えてても、これ、覚えてて損はないと思います。あとエッチな言葉っていうのは、さっき言った消えろってね、消えろっていうだけでも結構通じますよ、で、消えろ、愛してますいきなり初対面で愛してますって言われても、この人頭おかしいんかねって思う消えろ、ね、消えろ、お前うるさい、消えろって、そう、あ、これもあるかもしれませんね、うっさい女だな、お前消えろって言われたらめちゃくちゃ疲れてしまうこれは考えられますよね。いや違うって言えば、消えろってもうどん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 違うんだよ、消えろ消えろ、もう好きで好きでしょうがないみたいなまあ好きよ好きよ、もうね、いやよいやもう好きのうちということで、そういうこともあるんじゃないかなと。でもこれは泣きにしもあらずだな、これとなんか嫌な顔してるけど、なんか好き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 って言うけど、なんでかねこれ、なんでかねこれっていう、ありそうですね。あ、ここでコメント入りました、ありがとうございます、15番目の男さん、ありがとうございます。ブエナスノーチェス、雨ですね、便よく使いますね、はい、危険が危ない、危険が危ないって、パニックしたら待て待てって言いそう、そうなんですよ、間違いなく僕でも言います、待て待てってで、あ、そうそうそうなんですよ、これ、モコっていうのは鼻くそのことですねもう愛モコさんのモコさんが言って笑ってました、そうでしょうね鼻くそですからね、名前が。トモコさんのあだ名だいたいモコになると思うので、だいたい鼻くそ鼻くそですね。 あともう一個、もう一個思い出した、ほらっていうあれじゃないですか、日本人っていうじゃないですか、これ皆さん覚えておいてくださいね。は肛門様のことですからね、お尻の穴でございます、シワの集まり、これ皆さん気をつけましょう。一番やっぱ覚えてるのは待て、ね、あとですねだからキューバの方もやっぱり最初なんか変な風に思ったそうですよ、なんで日本人は最初喋るときにこの人はお尻の穴お尻の穴、要は肛門肛門って言うんだろう、やっぱびっくりすると思います、うん、やっぱスペイン語って面白いですね。これを機会にですね、スペイン語に
だからスペイン語の触れる機会も、まあ、ないと思いますけど、興味持ってこう調べてみると面白いなと思います。やっぱ英語でもとかフランス語とか何語とかいろんな言葉でこの日本語に聞こえるのがあると思いますので、ね、ホッタイもいじるなみたいなね。僕いつも好きな英語で日本語に聞こえるのはハマチですっていうのですね。ハマチ、これ実は僕通じたんですよ英語圏で。あの魚にハマチってあるじゃないですか、あれで英語系のところに行ったときにハマチですハマチですって言ったら通じました。いくらです、あこれいくらですよ、何セントです、あ通じる、ハマチですって通じるよ、ね、ありがとうございます。こんな感じでですね、あこの人スペイン語だとか英語だ、そんな感じでですね、こうちっちゃい本当にこう裾野の方からですが、このねインターナショナルの感じになっていけばいいんじゃないのかなと思ってやってまいりました。下ネタのコーナーじゃ何を言ってるんだ、違う違う違うよ、違います、面白、日本語講座のコーナーです。皆さん本当にありがとうございました。ぜひ覚えておいてください。待て待てって言わないですよ、待てないですよ本当に向こうの人は。それではですね、ちょっとそれを耳さるさ、僕の、おすすめというか、最初聞いた時に本当もそうとしか聞こえないのがあったので、キューバのバンドですね、オルケスタレベというのがあります。僕大好きなバンドなんですけどね、ミサルサティアネ・サントンガという曲がございまして、これ曲の途中でですね、わかんないって言うんですよ、わかんないわかんないって言うんですよ。言い方で言うとこんな感じです。ちょっと中盤の手前ぐらいなんでちょっと聞き逃すかもしれないですが、皆さんちょっと何かしながらね、夕食の合間とか運転しながら聞いてみてください。わかんないって言うようなのでちょっと聞いてみてください。オルケストラベでミサルサティアネ・サントンガです、どうぞ。この後 CM 入れましょうね。はい、お願いします。スペイン語楽しいんですけどね。楽しいですね。マンコとは言えないですね、これ。マンコは言えないまずいんですよね、一応その意味では言ってないからいいんだけど、いや、やめよう、まあ、直接言うと苦情来る可能性はある。そうですよね、あんまり連呼はできないですよね。ツインキャスお願いします。すいません、お願いします。ああ送信する送信する、えこい15番目の男さんが面白いの書いてます。英語、あそうあそうあああそう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 さん考えたらそうですよね。なるほどなるほど、あそう英語のやつだと面白いねこれ。でもちゃんと言ってますけどね、英語でも。ただに日本人聞き取りにくいんじゃないですか、あの発音。L のだから自分のしない発音ってあるじゃないですか、L とか R とか、あの発音を聞き取らない、聞き取りきれないと思うんですよ。そうですよね、どうやって言ってるのか。だからよく聞いてないと、はい、とか R とか分かんないじゃないですか。そうです、今ツイキャスだから言えますけど、要はアソロアソアソアソですよね。アソアソ、だってマクドナルドは僕アメリカでは分かりませんでした。ああ全く分かりませんでした。どんなでしたっけ、メクダナーみたいな。ああメクダナーって、メクダナーズ分かるかアホと思って、メクダナーズ、メクダナーズ、上位分からんと思ってメクダナーズ分からん。でフランスではマックじゃなくてマクドって略すらしいです。マクドはあるですよね、あの関西の方ですよね、西の方です。あの関西とフランスだけがマクドっていうらしいです。マクド、面白いこれは豆知識ですね。これ面白いな、マクド。アメリカの人たちは略しないんですかね、普通にメックって言うんですよね、メックって言うんですよね。別にここまで言えたら略すですよね、じゃないですよね。あとあれですよ、あの M&M's も面白かったです。あの M&M's って言うんですよ。ああ。M&M's。なんかあれなんですよね。M&M's。あの単語単語のこっちを続けて読むじゃないですか。だからなんかスペイン語はまだ発音が優しいんですよ。なんか優しいじゃないですか。優しいですね。結構丁寧に読みますし、日本語発音でいいんですからね。ローマ字読みでいいから。あれは本当にもう助かる。
英語の歌詞を覚えるときに一番困るんです。え、これ読まれてないっていうの結構あるんですね。これ言ってないよね。これ言ってない、言ってない。これはありますよ、いろいろ。だからよく丁寧に歌詞全部歌う人とかテレビに出てくるじゃないですか。これ発音しないんだけどなって思いながら見てます。あー、なるほど。でもそうですよね。スペイン語の曲もあれです。だからキューバの曲もキューバってあの単語の一番最後の S を発音しないんですよ。あー、ですね、ですね、なんとかで終わるんですよ、はい。なので、ポイントあるけど言ってないよな。最初はこれでもわけわかんない。海外は結構このいらない文字っていうのがよくありますからね。でもそれで伝わる。他の使い方がないからですね。他、うん、の子にもあるから、H から、H で発音しないとか、G は、ハ行だったりとか、あ、J もか。そうですね。J がハ行ですよね。もう日本は本当に、ちゃんと発音しないと伝わらない国だからこそ、ちゃんと、みんなきっちり読むっていうのがあるかもしれないですけど、すね、うん、なかなか海外はそうでもないんですか、ね。でもあれですよ、今後ちょっと興味があるのはドイツ語ですね。ああ、もう面白いですよ。ギョ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 、ドイツ語は絶対面白いと思います。俺笑いこらえきれないと思います。だから自分ドイツ人が来たらすごく気づけます。ああ、そうですよね。あっちで、あの、那覇の屋台村で一回飲んでる時に来てたんですよ。ちょっと CM 行きましょう。おいし、屋台村で飲んでる時に、みんなが、あ、アメリカ来たって言ったんですけど、どう聞いてもドイツ語だったんですよ。いや、多分ドイツ人だと思いますよって言ったら、ちょうどネパールの実習生の方が対応しに行って。ああ、なるほど。で、英語で話せる人一人だけいたらしくて、英語で話したらやっぱドイツ人だった。ああ、そのお店の方が対応してるの見てでしょ、でドイツ人って言ったよね。いや、聞いてわかりますね。ただ G 見て、あのオランダ語なのかドイツ語なのかっていうのがわからない時があるんですね。ああ、点々つけるじゃないですか、なんかなんとかとか。あれさ、ハンガリーって時もなんかそんなような綴りだったんですよ。で、ハンガリー語1個だけ覚えました。前も言ったんですけど、ありがとうだけは。その、やっぱりあの、似てますね。みたいな。カタカナで書くとクスナムなんですけど、クスナムなんですけど。あー、ハンガリー難しいですよね。クスナムって言ってないんですよ。ノルウェーとか。難しかった。あの、自分も一回、アメリカ人だと思って話してた人がこのバーの隣で、日本語も喋れるんですけど、気使ってちょっと英語で話したら英語伝わらないんですよ。あれって思ったらスウェーデン人でした。スウェーデン人はスウェーデン語ですよね。スウェーデン語です。ああ、全然わからない。だから英語が伝わらないんですよ。だからああって聞いたらスウェーデンでした。ああ、なるほどねと思って。だから日本語の方がわかりやすいって。そこはもうお手上げですよね、はい。正直いっぱい来てる。 CM 後にちょっとこれ読みますね。はい、ドイツ行ってみたいな。ドイツいいですね。ビール飲みたいです。あー、ドイツ、でもドイツビールは常温ですよ。そうらしいですよね、はい。まあ、でもそれでも美味しいらしいですけどね。一回あるんですよ、お土産で。常温のビール美味しかったわ。まあ、自分もいいですね、やってみたい。5秒前で、はい、はい、ツイッター届いております。15番目の男さん、ありがとうございます。英語アソ、ね、英語の発音だとアースホールに聞こえる、ね、さっき練習したんですけど、アソホールこれ15番目の男さん、何かこれ体験があるんですかね。このアソが英語アースホールに聞こえるっていう、何かあったんですかね。なんか気になる、興味がありますね。あと、なんだろう、ボタン、パツンだったり、ホイットニーがウィットニーだったり、あちこちのネイティブは、そうです、面白いですね。そう、さっき話してたんですけど、なんだろう、マクドナルドがね、メクダナーみたいなね、マクドナルドが英語で通じない、通じないで思い出したんですけど、生まれて初めて僕が沖縄離れて福岡に行った時に、あの、そうまさにマクドナルドに行った時に、あの、コーラくださいって言ったら通じませんでした。コーラくださいって言ったんですよ。もうだって、ね、もう今だったらコーラくださいって言ったかもしれないですけど、コーラって言ったら、はいって2回ぐらい聞かれ直されて、
直しきれなかったんですよ。結局スプライトくださいって言いましたもん。スプライトくださいって、これ通じるもんなのかなとちょっと疑問だったんですけど、通じると思いますけど、ね、通じるんじゃないかなと思ったんですけど、ちゃんと発音しろよぐらい上から目線だったんですけど、ちょっとね、もうそれを思うともうプンプンプンスカプンなんですけどね。今ちょっと飲み物話題が出たのですね、ちょっと次コーナーなんですけど、あれです、南米のですねお酒事情ということで、お酒の種類のことを言ったんですけどね、1月は正月で酒が飲むね、2月はひな祭りでってお酒ね年がら年中飲んでるんですけど、南米ではですねどこの国が一番よく飲むのかなって、みんな飲みそうだなって思うでしょ。でも多分なんだろう、僕だったらなんだろう、ブラジルとかあの辺なんか先沼な感じするやつさとか思ってたんですよ。でも冷静に考えるとこのなんかあんまりお金持ちじゃないイメージなので、あ、ひょっとしたらあんまり飲まないのかなとも思ってたので、まあ、とりあえず調べてみたんですよ。そしたら何でしょう、調べてみましたらですね、まあ、南米でですね一番飲まれるのはのあのたくさん飲む国はですね、びっくりしましたね、チリだったんですよ。何があるのかなと思ったら、上位の国って何があるのかなと思ったら、ワインが取れるんですね。ワインが自分の国で取れますね。チリワインって有名じゃないですか、ね、あとはアルゼンチン、今1位から言いますね、チリ、アルゼンチン、ベネズエラ、ね、ベネズエラ今大丈夫かね、まあ、お金があったところくらいの話かもしれませんね。あ、これソースがちょっと古いんですね、このね出た。でパラグアイで、ブラジル、やっとブラジル来た。でペルー、パナマ、ウルグアイ、エクアドル、メキシコ、やっとメキシコですよ。だからメキシコって多分あれなんですね、まあなんだろう、テキーラいっぱい飲むでしょうって思うけど、実はなんだろう、そんなでもないっていう。確かにあんなの毎日毎日みんなアホみたいに飲んでたら絶対やばいと思う、うんね。あとコロンビアって続くんですけど、コロンビア、あ、ドミニカ、コロンビア、ボリビア、コスタリカ、我がキューバはですね、めちゃくちゃ低いですよ、15番目です。基本的に飲むものがないんだと思います、キューバは、ね。で、これ、世界のやつを調べてみました。これ、いろんなのにあったのをなんとなくまとめてみました。大体この辺でしたっていうのが。大体寒いとこですね。ベラルーシ、世界ではベラルーシがよく飲まれるそうです。一番よく飲むって。で、リトアニア、隣ですね。で、チェコ、ちょっと近い。あの辺の人たちよく飲むそうです。もう東のヨーロッパですよね。ヨーロッパはやっぱ酒飲むんですね。あと、やっぱ寒いところなんですね。なるほど。寒いところはよく飲む。だから、ロシアかなと思ったんですよ。そうでもないんですね。ロシアって言うとやっぱウォッカだろうなと思うんですけど。で、日本何位かなっていうと、意外。意外でもないか、59位、ね、で日本でどこがいくら一番たくさん飲むのかと、都道府県で、まあ、たくさんいるからそうなんだろうなと思うんですけど、1位が東京ですね。そりゃそうだよなって、うん、そりゃそうだ。で日本って飲むのたくさんあるじゃないですか、種類が、うん、だからその他の国々に比べて飲む種類がたくさんあるから、実は日本人の方が先沼なんじゃないかなと思います。あっちこっちの手に入るじゃないですか。で2位が新潟、やっぱ米どころ、この辺は絶対日本酒とかだったら強いでしょうね、で3位が大阪、うん、東京大阪と来て2番目に新潟が来てるのがやっぱ寒いところなのかな。あ、でも新潟ってあれか、東北じゃないですよね。あれはどこだっけ、まあ、でもちょっと上の方ですよね、日本海側の、なんか新潟の人は怒らないでください。ちょっとなんか日本海を始めてみた時なんて寒々しいんだと思ったのが覚えがあって、本当にこうなんだろう、演歌の世界だなと。それは酒も飲みたくなるわと。で4位が高知、なんとなくわかる、土佐ね、なんかカツオとあと焼酎とかそんなイメージですね。で5位がなるほど青森ね、絶対もう冬とか家出ないで、ね、外出ないでお酒飲むしかないさと思うんですよね、雪、豪雪、そうか雪か、なるほどね。で沖縄は、僕の調べたランキングでは7位、
低くはないけど、まあ、高く意外でしたね、うんうん、で沖縄ではあれですね多分いや違うな宮古って言おうかなと思ったけどそうでもないだろうな。ただ宮古はあれですよ昼から飲んでるってのは間違いないです。それは僕はあの現地で見ましたから。というのはあの演奏しに行った時にカチンバで演奏しに行った時にリハーサルで昼到着するわけですよ真っ昼間食堂違うなダンケフェスっていうイベントだったかな。でそこのレストランでちょっと一休みみたいな感じの時にそのレストランでもうすでに都の人飲んでるんですよ。で、ね、分かると思うんですけどあのピッチャーに割った状態で入れてるっていうのを僕はその時に初めて見てあっさこの人なんかよ。でライブで聞いたんですね都の人お酒強そうですが、ね、聞いたら、ね、都の人は、ね、あの弱い人はみんな死んだと僕の中ではね名言なんですけどだから都の人はお酒強いんだよ弱い人みんな死んだよ。なるほどその通りですよ。だからねあのベラルーシとかリトアニアとかねチェコの人は多分もう弱い人はみんな死んだんだろうなと思うんですけど絶対それもあるだろうなと思いますよ、うん、だってやることない、ね、寒かったらやること飲むしかないと思うもんね、うん、やっぱ泡盛沖縄はやっぱ泡盛ですね。やっぱこの中で一番飲まれるのはビールが飲まれるらしいんですが、であのあれなんですねあの種類によってやっぱ変わってくるんですよ。ワインはだったらこれとかあの清酒とかの種類あるじゃないですか。スピリッツ系だったらこれがこの国が一番とかあるんですけどちょっと面白いなと思ったら皆さんちょっと調べてみてください。というわけでですねあの次のコーナー行ったらですねあの曲もかけられないしもう大変なことになってしまうのでちょっとあの1曲挟もうかなと思います。ここでですねかけるのはですねあちょっとこの曲行ってみようかな。あいやこれ行こうそのままです。トラックさんですね、4枚目のアルバムウンバポからハッピーマンボです。聞いたことないですね。なんかちょっと本当に癖が強くすぎてみんな嫌っていう酒なんですけど、そのままでは飲めないぐらい。日本でも手に入るんですか？入ります、入ります。ライコンで飲んでます。あ、
結構特殊なお酒なんですか。あでもあなんかこの薬草系の香りっていうのがちょっとなるほどなるほど結構香りが強いタイプで。そうですよね、ジンってそんなにミャーっていうのはないですもんね。基本的に甘いのは僕はあの甘いからは僕は別に好き嫌いないんですけど、甘いのはあの抑えてます。たくさん飲んじゃうじゃないですか。そうですね、うん、うわ甘い美味しいって思ったらもうマティーニとウイスキーとかだったらチビ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 。そうなんですよ、あれがもう美味しいんですよね。マティーニとか久しぶり飲みたいな。でもあれ一番危険なお酒ですね。危ないですよね。危ない、美味しいですよねあれ。キンキンに冷えてるのをこうってなんだ、まあ、一気に飲むものじゃないからいいけど、いつも木曜日は酒飲みたくなるやつだ。あれいけないですね、あれダメですよ。よくない、ちょっともよくない。若い時だからできたことです。でもそうですね、お酒あれってカクテルですもんね。そうですね、カクテルです、ね、酒で30度から35度、酒で酒割ってる。はい、お出前です。3、2、1。まあ、お酒の話なんですけどね、今日、まあ、一緒にやっていただいているキャンさんはあの酒豪、あの人間酒豪伝説なんですけども、らしいんですけどもね、まあ、お酒の話だと僕もお酒好きでね、やっぱだけど家で家飲みをしないのでね、家で絶対お前飲めって言われたら僕は迷わずあの紙パックの梅酒を買うと思います。あ違うな、あれですよ、去年の暮れぐらいにちょっと疲れたなって時期があったんで、日課ウイスキーを、うちのお家はですね、冷蔵庫で製氷ができないので、いや作ってないだけなんですけど、お酒をそのボトルのちっちゃいのあるじゃないですか、ポケットに、あれをこう冷凍庫に入れてドーンって入れてトロトロになってるやつをこうチビチビ飲んでました。あれがちょっと疲れて帰った後にあれをちびって飲むのがもうね美味しいんですよ本当に、ね、お酒ってこういう風に楽しむのが一番いいなと思います。でさっきも言ったんですけどね、たくさん飲める、こういろんな種類が飲めるっていうこの日本、ね、沖縄っていうのは本当に幸せだなと思います。さっき南米の国の、ね、お酒の話してたんですけど、1位のチリでよく飲まれるなっていうのが、まあ、ビールらしいんですけど、あとピスコ、あとは面白いなと思ったのは白ワインと、やっぱ向こうワインが多いですからね、とパイナップルのアイスを、白ワインにパイナップルのアイスを入れたテレモトっていうなんか飲み物があるらしくて、あとはアルゼンチンはもうワイン大国らしいです。ビールよりはワイン、ね、ワインですよ。ワイン飲みますか。ワインも多少は、あ僕はあれですね、たくさんあれってなんか薄いというか、僕は40度ぐらいのをちびちび飲むのが好きなので、ワインってこうたくさん飲めてしまうで、後から大変なことになってしまうっていうので、ちょっと結構敬遠してるんですけど、やっぱアルゼンチンはワインだ、スペインだ時もワインでしたね。アホみたいに、あそうそう、スペインではその赤ワインをCC レモンで割ったみたいなので割ったのを、こう夏はそれ冷やして、でそれは割られたやつがもう売られてるんですけどね、そういったお酒を楽しむと。ベネズエラではやっぱラムだそうです。あそこはサトウキビなので。で、パラグアイのお酒何かなと思ったんですけど、やっぱビールなんですね。あと、リンゴから作られるお酒。あと、サトウキビから作られるお酒。だから、やっぱあれなんですね。自国で取れるものっていうのは、やっぱ自分のお酒にして、こう、少しずつ楽しむっていうのが、やっぱ南米の方々、あちこちから多分流行らないと思うので、そうやって楽しんでんだなと思います。で、ペルーだと、トウモロコシの原料のチチャっていうのがあるらしいですね。これも甘いらしいです。あとやっぱビールで、ブラジル ね、お酒好きな方は聞いたことあるんですけどね、カイピリニャっていうカクテルがあるんですけど、で有名なカシャサっていうね、サトウキビからできてるんですけど、ジンとかテキーラとかラムとか、あの辺の仲間ですね。あとはですね、 ありがとうございます。これエンディングの曲ですかね。これ短いですよ、多分その後にそのまま流してくれればいいと思います。ありがとうございます。今ですね、勝ち向きが流れております。でですね、ちょっと面白いなと思ったのがあれなんですよ。コロンビア
コロンビアには国のお酒、国を代表するお酒っていうのがあるんですね。アグアルディアンテ、アグアルディアンテっていうお酒があるらしくて、これもサトウキビから作られるらしいんですけど、これなんか焼酎的な部類に入るらしいんですね。これをこうあだこを出してたくさんたくこう飲まれているというね。やっぱり本当に日本に生まれてありがとうございますとね、本当に思います。まあ、沖縄うちなんちはねもう青森ですけど、まあ、コンビニとか行ったらたくさん飲めるじゃないですか。僕はコンビニ飲まないしもね、そうで自分なんかで作って自分で、そうそうそう、自分たちで作って自分たちで飲んでるっていう国あるんですね。エクアドルは地ビールが流行ってるそうです、ね、クラフトビールっていうんですかね、そういうのが流行ってるそうです。だからもしね南米に機会があったらまず待てって言わないように、そして地元のお酒飲んでみるのがいいんじゃないかなと思います。というわけで特集のお酒の話だったんですけども、それではですね残りの時間が短くなってきたのでエンディングのコーナーに行こうと思います。ありがとうございます。もうドンピシャリでしたねありがとうございます。さあそういうわけでございまして、ミルビッツとですね、週末金土日とオープンしております。ありがとうございます。でですね来週のですね土曜日、そうそう明日からもう3月ですからね、3月1日、おーやべ、お母さん誕生日だ、ハッピーバースデーお母さん。あとでいいよ告知ミルベストではですね、毎週金曜日金土日とオープンしてますが、来週の土曜日3月9日です。ミルベストでは面白いですね、ドサンコナイト、はい、ドサンコナイト、シェイ、ありがとうございます。何すんのっていうことで、ドサンコのです、北海道からね、ミュージシャンいらっしゃいます、高橋舞子さんピアノ、そして藤田、これはさやかさんでしょうね、難しい、カホンね、パーカッションですね、北海道初インストゥルメンタルデュオ、いいですね。もう僕お顔、高橋さんはですねツアーで一緒に回ったことがあるんですけど、美女です、はい、綺麗な方です。そして本当に言い方悪いんですけどアホな方なんでちょっとカチンバ乗りの方だったので、本当にちょっとお酒飲んだ先でたまらんかったですよね、面白かったですと、カホン奏者の藤田さやかさんから、間違ってたらごめんなさい。そしてですね、沖縄からですねカチンバ、これアイリスじゃなかったな、アイリス IRIS、 あれですよテロ集団じゃないですよ、カチンバ、これイリスだろうな、アイリスったら大山になっちゃうからね、カチンバアイリス、多分これ木根っていうのありましたよね、それがですね名前が変わっております、アイリスじゃない、イリスですね。ぜひ来週の土曜日お越しください、そのドサンコナイトお楽しみください、3月9日19時オープンの20時スタート、料金はですね2000円、要ワンドリンクオーダーでございます。入ったらですねワンドリンク注文してください、観覧時です、お願いします。場所はですね、はい、湯の橋普天間のビルベストでございます。電話番号は098、おー、雷落ちた、098-943-0881、098-943-0881でございます。来週の土曜日ご参考ないと皆さんお待ちしております。いいですね、ちょっと楽しみですねこれ、はい、あこのドサンコナイトで出演のこのお二人、マイ&ジェニーさんやべえ調べるの忘れてた、ごめんデイジごめん、2枚のアルバムと3枚のシングルをリリースして、ああ頑張ってるじゃないですか、そういう方々ですねいらっしゃいますので、来週のもう一回言いますよ、3月9日皆さんお待ちしております、ありがとうございました。そしてですね一瞬お知らせがあります、本日で最後でございますこの番組、皆さん短い間でございましたがありがとうございます。15番目のとこさんありがとうございます。またお会いする機会あると思いますのでここで噛むなよ。それでは皆さんまたご会いしましょう。お送りしましたのはカチンバのキケイザナでございました。皆さんさよなら。